ちょ、ここで速報なんですけれども、うん、西山軍団の行方、皆さん気になっているかと。先週放送になってるのかな、思います。はい。あ、先週ですか。うん、先々週一週間しか経ってないかなとは思うんですけども、江口さん誘ってたじゃないですか。はい。で、江口さんを誘った時に、うん、まず、初っ端で拒否されたんですよ。うん、間違えて、押しちゃったって言って、個人的に連絡来たんですけど、うん、グループ LINE って一番最初に拒否ると、もう入れない。うんうんねえ、うん、知らなかったわ。もう二度と誘えないんですよ。一、うん、回入った上で退出したらもう一回招待とかできるんですけど、うん、新しいグループラインを作らない限り招待ができないっていうことが、判明しまして、うん、ということで、江口拓也リタイア。で現状、はい、6人。そうですね。えのきさん、白井さん、花江くん、やしろたっくくん、山下大輝くん。どうした山下大輝くん。あ、全員入ってくれました。白井さんも入ってくれて、なるほどね、これなんなんみたいな、ラインをね。進展は ないんですか、別に。山下大輝くんが、肉画像をめちゃめちゃ送ってくる。うんなんか10枚ぐらい連続でブワーっていう風に送ってきて、じゃあお肉食べたいんじゃない？かもしんない。そしたらもう花江くんが、うん、もう耐えられないって言って退会したの。耐えない、肉画像に耐えられなくなって。そしたら、うん、大輝くんが招待したの。うんうんもう一回参加したの。何のやりとりなんだ。そう、それで、あ、もう一回、白井さんが、これ何なのみたいな送ってきて、次、花井くんが、もう退出していいのつって、さ、えのきさんがいいよって言ったの。で、花井くんが退会したの。そしたら、えのきさんがまた招待したもう、無意味なやりとり。それで、花井くんまた参加するって意味ねえじゃん。なんだよ、そのやり。そういうグループ。そう、ただただ、大会だけの。と参加を繰り返すっていう。ちょっと流れが。西山軍団の。これ本当にちょっと、なんか見せたいわ。この流れが、秀逸というか。流れが綺麗なんだ。綺麗なんですけど。あと、飯ね。飯行かなきゃ。一回会合は開きたいと思ってて、今ね、見たい映画があって、西山軍団に一回それ流そうかなと思って。映画見に行くの？映画見に行かないってみんなにちょっと言ってみようかなと思って。ああ、ほんとその回映画ってちょっと、あんまりないかな。いや映画だと。いいでしょ。お肉食べに行こうとかなんか分かるけど。あ、じゃあ映画見に行こうって言って、みんな来てくれるかどうかっていう。映画、名探偵ピカチュウ見たくない？あ、見に行こうよって言いたい。言ったら来て、何人来てくれるんだろうとは思うんだけどね。あんま知り合いと映画って行く？そんな、こう、大人数でさ。部外者がさ、それに口挟まないでもらっていい？あ、すいません、そうです。そうですよね。西山さんが主催の西山軍団ですよね。西山軍団の話なので。西山さんが取り行う会ですもんね。そうですよ。西山軍団なんですか？いや、違います。ご自身。すいません。違いますよね。だったらダメですよ、それは。ルールだから、こっちが。江口さんいなくなっちゃったから、一人もう足したら。枠がね、そうそう。肉会と並ぶってなった時に。7人ねえ。いないとね。そう、一人足りないんですよ。誰か呼びましょうよ。一人プラスしなきゃいけないなと思ってるんですけど、ちょっとそれは、ちゃんとオーディションしようかなと思ってるんですよ。キャロット男子に来ていただいて、どういうつもりですか、ね、みたいな。どういう気持ちで今。ああ、西山軍団にはあなたは入ろうとしているのか。そう、そういうのを一からちゃんと聞いて。なるほどね、うん。西山さんがいいなと思った人を。じゃあ入れようか。あと一枠。うん、ってなってるんですよ。募集中です、ですので。誰が来るんだよ。メールでも何でも送ってきてもらえれば、西山軍団入りたいっていうね。うん。なんか条件はあるんですか？なんか、例えば。西山のことが好き。まあ。はい。